さあ古代オリエントの確認テストです今回はこの章で勉強してきた内容を問題形式で確認していきましょうそれでは第一問です一番まずはメソポタミアのお話ですねメソポタミアでは ピグリス・スユーフラテスこの2つの川の流域にジ人がウルウルクなどの都市国家を建設しますさあお待たせしましたまずメソポタミアに登場した民族でウルウルクなどの都市国家を建設ここからこちらシュメール人を推測しましょう。そしてこのシュメール人が ウルウルクなどの都市国家を建設していったんですが前24世紀にはセムゴ系の B 人がメソポタミア初の統一国家ですメソポタミアを初めて統一したのは一体何なのかこちらからアッカド人を推測ししてあげましょうシュメール人たちの都市国家をアッカド人がまとめ上げます。しかしか アッカド人の統治というのは武力軍事力に依存するものだったのですぐ反発を招いてしまいますそのためアッカド人の国家が滅びた後再度メソポタミアを統一するのがシーの民族ですシー人はバビロン第一王朝そしてハンムラビ王とありますのでここからこのシーをこちら アムル人であると推測したいシュメール人アッカド人アムル人これがまずメソポタミアに登場した民族です2の問題ですエジプトではナイル川の中下流域に多くの空欄 A が成立します。そして 紀元前3,000年頃には統一国家が形成されるとさあ皆さんエジプトが統一される前には多くの絵があったつまり統一される前エジプトの人たちはなバラバラなちっちっゃな集落落村に住んでましたその村落のことをこちらノモスと言いますメソポタミアでは都市国家エジプトではノモスが 最初バラバラな状態であったんですしかしそれが統一されてこの後エジプトは大きく古王国、中王国、新王国の3つの時代に区分されますそして新王国の時代にはバビロン第一王朝を滅ぼした B さあバビロン第一王朝を滅ぼしたこれが大きなヒントですそれがこちらです ヒッタイトヒッタイトは史上初めて鉄製の武器を使用したことでも知られる民族バビロン第一王朝を滅ぼしその後エジプトとシリアをめぐって激しく戦ったというわけです。それででは3番の問題です前13世紀末以降 海の民の侵入でシリアから大国が撤退この海の民が入ってきたせいで大国が次々と撤退していきますちなみに当時シリアを抑えていた大国はヒッタイトとエジプトですそのためこの大国っていうのはヒッタイトとエジプトの話をしているんですねヒッタイトは海の民の侵入で滅亡し エジプトも衰退していきますそしてこの2つが撤退していくと地中海東岸ではセムゴ派の民族が独自の活動を行ったでその中に登場する最初のエイジンですヒントはシドンそしてティルス海上貿易こちらですね ここから判断するとこちらフェニキア人になりますそしてこのフェニキア人とよくみんながごっちゃにしてしまいがちなのがクーランビーンですビ人はダマスクスを拠点そして内陸貿易だよとあるのでこいつらはこちらですアラム人と言います海上貿易のフェニキア人内陸貿易の アラム人そしてこの「アラム」という言葉世界史苦手な人だとよくごっちゃになるのがもう一個メソポタミアの問題で出てきたアムール人ね。いいかなバビロン第一王朝を作ったのはアムール人内陸貿易はアラム人しっかりと発音してちゃんと音でも覚えてあげましょう。 四番の問題です前7世紀の前半です空欄の A がオリエントを初めて統一さあ皆さんお待たせしましたオリエントを初めて統一したよオリエントを初めて統一したよするとここで判断しましょう空欄の A はこちらアッシリアですそしてこのアッシリアがオリエントを初めて統一するんですけれども 非征服民族に対して過酷な統治を行ったため間もなく崩壊していきますアッシリアの統治は支配下にに入っったた民族に厳しかったんですねその後オリエント世界にはメディアシンバビロニアクーランの B そしてエジプトの4つの王国が分立するよ。さあともう一個がこちら。 リディアですこの4つの分かれていたんですけれども最終的にはメディアから自立した C 朝ペルシアがオリエント世界を再び一つにまとめ上げるんだ。さあここから判断して空欄の C はこちらアアケメネス朝ペルシアになりますしかもアケメネス朝ペルシアで注目すべき点は アッシリアのような過酷な統治ではなく基本的には支配下に入った民族の文化や宗教というのを尊重してあげる国家存続の危機につながらない限り支配下に入った民族のことを認めてあげるこれでうまくオリエントをまとめることに成功したんです。